本年もよろしくお願いいたします。こんにちは、 JA1BJT です。2022年1月1日午前中ですね、430をワッチしてるんですけれども、1エリアの状況っていうのは、まあ、普段でも電波飛んでるんですけども、お正月ということで、かなりアクティビティが高くなっているようです。他のエリアでね、あんまり430って飛んでないとかって話を聞いたもんですから、実際どんなもんかっていうのを自分でもですね確認したくて430の方を見ています。今ねメインをバッチしてますけども、まあ、メイン前後ですね、スケッチ上げますかね、メイン前後どんな風になってるかっていうのをざっとねお見せしたいと思います。メインの上の方はこんな感じですね。でメインの下の方はですねどうなってるかっていうと、まあ、こんな感じで、まあ、そこそこチャンネルが埋まってる状態だと思います。受信環境によって電波の入りってだいぶ違うと思うんですけど、ね、ラディックスのゴエレの430用のものをベランダにね仮置きで出しています。タンザの方の反射とか富士山反射で、ちょっとその周辺の電波も拾えるような感じになっています。ケーブルがね、仮設なんで窓開けないとアンテナが使えない状況です。寒いってちょっとしかできないんですけど、まあ、こうやってねひっきりなしに CQ が入るんで3.04 使ってるぞ、大丈夫かな。個人的な興味で言うと、ここら辺にいないかってことなんですが、あ、いるかな、いないかな、聞くだけですけどね。違うかな、ビーコンみたいなのしかないですね。ここの次にあのね、これってね80なんですよね。080にいつもずっとビー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 になってるのがあって、これが分かんないんですよね。なんだろう、これがよく分かんない。430だと 430.00 から10の間っていうのが CW 専用なはずなんですけども、なんかねこういうわけの分かんないのが、無線機の使い方分かってないんでね、こうやってね手動でバラバラやってるんですけど、まあ、こんな感じですね。 FM に戻りますか。せっかくなんでね、どっか出れたら出たいんですけど、430はね、免許もともと持ってるんで大丈夫だと思うんですけども、一応430で飛んでないかな。 10W 入れますか。これ方角的にね一番厳しいとこなんで、どっかの反射波なんですよね。ちょっと無理かな。あ、ここ入っちゃってますね。あ、これはちょっとパイルかな。ジュリエットアルファ1ブラボージュリエット単語、今の曲引き群時川町なんで、多分、高いとこですね。600m ちょいの展望台とかな。
ジュリエットアルファ1ブラボージュリエットタンゴ。もう逆にですね、人が多すぎて更新できないっていう感じですねどこにも入れないって感じですね、難しいわ。ジュリエットアルファ1ブラボージュリエットタンゴ。どうもありがとうございました。良いお年になりますように。さようなら73。はい、まだね、更新出ようと思えば出れると思いますけども、元旦なので一曲更新でしただけで私はもう十分満足でございますという感じで、無線始め2日からニューイヤーパーティーかなと思ったんですけども、まあ、こんな感じですね。はい、あ、呼ばれている。今打ってた符号がね、 HNY ハッピーニューイヤーなんですけども、 H が N が Y が これで続けると HNY と CQ ですね。これに CQ にハッピーニューイヤー続けると正月の QSO パーティーで多分 CW で CQ 出すときは HNY をつけるっていうのがあるらしいんですけども、これができるようにこっそり練習しております。今年は少しずつ CW のボードで、ね、出ていこうと思ってますので、もしですね更新いただいた場合にはどうぞよろしくお願いします。